後藤久美子は、日本の女優、モデル、タレント。愛称は国民。東京都杉並区出身。スイスジュネーブ在住。オスカープロモーション所属。熊野幼稚園、区立大宮小学校、区立大宮中学校、多摩大学附属ひじりが丘高等学校卒業。小学校5年生の時からモデルを始め、1986年、NHK の テレビの国のアリスのヒロイン役で女優デビューする。第24回ゴールデンアロー賞放送、新人賞を受賞。以降、国民的美少女を歌い文句に、世に言う美少女ブームを巻き起こした。映画出演作に、男は辛いよ、ラブストーリーを君に、ガラスの中の少女、シティハンターなどがある。男は辛いよシリーズには6回にわたり同役で出演し、 実現しなかった第49作、男は辛いを虎次郎花変路にも出演が予定されていた。1995年にフランス人 F1 レーサーのジャン・アレジと交際を始める。当時アレジにはすでに妻子があったが、離婚調停中であり、その後前妻とは離婚が成立。96年には突出し、アレジと同居を始める。現在もアレジとの婚姻手続きはとっておらず。 事実婚の夫婦である。ジャン・アレジは前妻との間に一人、後藤との間に三人の実子がいる。長男のジュリアーノ・アレジもレーシングドライバーで、2021年からは来日し、スーパーフォーミュラやスーパー GT などに出場している。途仏後は妻としてまた子育てを重視しており、年に1から2本の CM 出演や女性ファッション誌の表紙モデルなどを中心に活動している。 また女優業からは一線を退き、映画やドラマでの復帰はないとしている。現在は、スイスジュネーブにある歴史的な城を改築し、在住しているが、パリやニューヨーク、モナコなどにも、邸宅を所有している。車好きでも知られ、かつては、クーペフィアットを自ら運転し、自身の20歳の誕生日には、150台のみ、生産され現在は、 極めて希少価値が高い D の 206GT を購入した。2012年1月には事務所の後輩である竹井咲と対面し話題を呼んだ。愛称の極組は1987年の新語、流行語大賞の流行語部門で同賞に選ばれる。2018年10月31日、23年ぶりに女優復帰を発表。 2019年12月公開のシリーズ50作目になる男は辛いよ帰りトラさんでスクリーン復帰。ただしこの映画のみの特別な女優復帰であり、その他の作品に女優として出演する予定はない。サバサバした性格で落ち着きがあり、少女時代からはっきりとものを言うタイプであり、当時の記者会見などでも笑顔を見せずそっけなく答える、姿がたびたびバッシングの的にされていた。 時折マスコミに対する発言で物議を醸すことも多かった。五組語録という書籍も出版されている。本人曰く協調性がない分、孤独でも順応性が高い。中学生当時はその協調性のなさから共演者との圧力や批判を生んだようだが、現在はそれが外国生活に生かされているとのこと。芸歴は長く、 前室の通り小学校の頃からモデル活動を行っていた。同時期から活躍していたのは宮沢理恵で同学年ということもあって仲が良く、また良きライバル関係でもあった。リエとは11歳の頃、キットカットの CM で共演歴がある。順調に芸歴を重ね、このままオスカープロの看板女優になると思われた矢先、妻子のあるアレジと交際が発覚した。 交際時アレジは離婚調停中でありその後に離婚が成立、アレジの住むフランスへ渡った。以後の芸能活動は女優業を休止し、海外在住のまま行える雑誌グラビアや CM に出演する程度となっており、その他の仕事はどんなにギャラを積まれても受けないスタンスであった。1996年に突出し、アレジとは実質的に結婚した。 その後三人の子供を設けた後、現在の居住であるスイスジュネーブへ移った。現在はアレジと共にフランスにもある自宅にて広大な土地を利用しワインの生産を行っている。このワインはヨーロッパでも高く評価されている。F1 引退後のアレジの現在の総資産は400億円以上と言われており、各国に別荘を持ち基本的には家事の一切を しないという生活をしていることが娘の TV 出演時に語られている。娘のエレナが2017年に世界的なメーカーの霊場しか招待されないと言われている社交会にデビュー後藤もアレジと共にパーティーに参加したことがメディアで報道され華やかなセレブ生活が話題となった。小麦色の肌と引き締まったスレンダーな体格を特徴にしており、かつては 国民的美少女と呼ばれていた。子役から10代前半のブレーク時は少女体型で華奢であったが、週刊プレイボーイではセミヌードを披露。高野由里ビューティクリニックの CM で披露した小麦色の死体は若い女性の注目を集めた。1986年9月に刊行されたカッパではダブダブのスーツにサスペンダーを着用するなど男性風の格好を披露している。 また、1991年の大河ドラマ、大平記では、大河ドラマでは初めて、常時断層での出演となった。2017年には、娘のエレナの芸能界デビューに伴い久々に、公の場に姿を見せ20歳の子供がいるようには、見えないその美貌に再び各メディアにて注目された。2018年10月には、約23年ぶりの女優復帰を発表し、 映画の記者会見に出演した際にも、大人の女性になり、より美しくなった等と、ネットで騒がれた。2020年1月には、映画のプロモーションを兼ねて滅多に出演することのない、トーク番組、鉄子の部屋や、沢子の朝出演での貴重なトークとその美貌が話題を、呼んだ。中でも、異例とも言える地方番組、大人旅歩き、旅への出演は、 交友のあるナビゲーター三田村国彦からの立っての願いで出演が実現した。二人は20年以上前にドラマで親子を演じておりその当時を知る視聴者から全く容姿が変わらないことやほとんど化粧をせずすっぴんに近い状態で出演しておりそれも話題となった。1987年3月18日にはレコードデビューも果たしている。デビュー曲のティアドロップは オリコン最高3位を記録するが、彼女自身が歌手活動にあまり意欲を示さなかったためか、ほどなく女優業に専念することになった。1987年4月のザベスト展延長戦でランキングに登場するが、労働基準法の関係で出演できなかった。チェリストの大藤恵子とはいとこにあたる。フランス人のアレジと古藤の間に生まれた子供たちは、根結児であることから、 日本での差別やいじめの可能性を考慮し、外見を気にしないで伸び伸びと生活できる環境で育ってもらいたいとのことで、スイスのジュネーブに邸宅を建築し移住した。また、子供の教育には非常に熱心であり厳しい面もある。過去に女優としての復帰はないとされていたが、2019年には23年ぶりに女優として映画出演することになる。その理由として、 ジュネーブの自宅に山田洋二監督から長いお手紙が届き、新作を作りたい。どうしても君が必要だ。どうにか考えてもらえないだろうかと書かれていたと熱烈な出演依頼があったことを明かした。手紙からは山田監督のシリーズに対する大きな愛情と新作を撮りたいという情熱をひしひしと感じたとし、読み終える頃には、 引き受けるか否かを私が考慮する権利すらないのではないかとの思いに至ったと出演を受け入れた心境を説明した。ただし女優としての復帰はこの映画のみの例外的なケースであり、今後もこれまで同様どれだけのギャラを積まれても女優としての出演はないとされる。一時期アイドル歌手としても活躍していた。すべて日本コロンビアより発売。 テレビの国のアリスカオーエッセンシャルキューティクルケアシャンプーリンススミトモ 3M スコッチビデオカセットパンツの穴ポッカコーポレーション元気で挨拶山崎ナビスコチップスター宝こんにちは赤ちゃんティアドロップ日本コロンビアでノンコンセプト JR 東日本日立製作所 OA 機器同級生は13歳気まぐれスケッチはカバのイリュージョンウィンドブローズ初恋に気づいて 北風の約束通快、ロックンロール通り風少女。ポプリラブストーリーを君に、制服の天使タータンチェックの手紙。ありがとうございます。